マリアビートルは、伊坂幸太郎による日本の小説で、2010年9月22日に、角川書店より発行された。グラスホッパーの続編として描かれ、同作の登場人物も登場する。第7回大学読書人大賞受賞作。元殺し屋の木村雄一は、幼い息子を遊び半分で、アパートの屋上から突き落とし、意識不明の渋滞にした、中学生。 王子へに復讐するため、東京駅にて彼が乗った、森岡駅東北新幹線、早手に乗る。ところが王子は木村が自分を殺そうとしていることは、愚か、元殺し屋という過去も知っており、木村をスタンガンで気絶させる。自信家の王子は大人を翻弄することが好きで、今回も遊び半分で木村を誘い出したとし、自分の知り合いが、密かに木村の息子の命を狙っていると教え、 彼をコントロール下に置く。腕の立つ殺し屋のコンビであるミカンとレモンは裏社会の大物、ミ岸義雄の依頼を受けて誘拐された彼の息子を救出し支払われた身代金の回収を行った。それらを森岡に運ぶため新幹線に乗るが身代金の入ったトランクを紛失してしまう。さらに二人が目を離した隙にミ岸の息子も殺されていた。 途中の各駅には任務確認のために、峰岸の部下も配置されており、このままでは峰岸に粛清されるため、二人は慌てる。隙のない殺し屋である七尾は、仲介屋で仕事のパートナーであるマリアより、簡単な仕事として、東京駅から新幹線に乗り、トランクを奪って、上野駅で降りる仕事を受ける。いざ上野で降りようとすると、偶然にも因縁ある殺し屋。 狼と鉢合わせしてしまう。狼が邪魔をして、上野で降りられず、その彼とは、車内でもみ合いとなって殺してしまう。狼の死体を隠し、次の大宮で降りようとするが、再び不運が訪れ、降車に失敗する。それぞれ三組の殺し屋たちは自分たちの危機を脱するため、王子は大人たちを翻弄するため、身動きの取れない、新幹線内で行動を起こす。 2018年2月14日から18日にかけて東京全労祭ホールスペースゼロにて上演。脚本を大田出身、演出を元吉伊佐員が担当。ハリウッドで本作を原作とする映画バレットトレインが制作されると報道されている。主演はブラッド・ピット。ありがとうございます。